クロちゃん水曜日のダウンタウン遊園地週間企画で来場者殺到 TBS 謝罪ご迷惑をおかけした。26日に放送された TBS 系バラエティ番組水曜日のダウンタウンで安田大サーカスのクロちゃん42が都内の遊園地に設置された檻に入り、放送後に番組側が来場を呼びかける企画を行ったところ来場者が殺到し中止になったことが27日分かった。同局広報部によると、クロちゃんは同番組の人気コーナー、モンスターハウスに出演。番組内で女性に対して告白する場面があったが、その内容について物議を醸し、番組で視聴者投票を行ったところ、95% が許せないと回答し、遊園地内に収監されることが決まった。番組終了後、公式ツイッターでクロちゃん収監中。明日27日22時38分まで一般公開していますので、お時間のある方はぜひお越しください。朝9時30分まで入園料無料、などと告知。その直後に遊園地に多くの来場者が殺到し、警察が駆けつける騒動となった。警察は番組スタッフに交通整理をしてほしい、などと指導。企画は27日午前1時36分頃中止となった。